クソイシとは、動物や人間の排泄物である糞が化石化したもの。人の消化管内容物が消化管内で固化し、形質や注水内に滞留したもの、注水炎などで見られる。以下では、考古学、古生物学的なクソイシについて述べる。考古学におけるクソイシは、花粉や寄生虫など内容物を分析することにより、当時の食生活や狩猟採集生活から、 食料栽培段階への移行、健康状態など数多くのことが分かる、考古資料である。古生物学においては、鳥浜貝塚出土のクソイシ、福井県立若さ歴史民族資料館所蔵、新潟県立歴史博物館の展示、クソイシ研究は新大陸の考古学において発展した。賛成土壌の卓越する日本では、 有機物が残存しにくかったため研究が遅れていたが、近年では、福井県若狭町の縄文時代前期の遺跡鳥浜海塚において2000点を超すクソ石が出土しており、クソ石研究の発展に大いに寄与した。その形態は、国際キリスト教大学の千浦道子によって、はじめ、絞り、バナナ状、コロ、直状などの愛称で分類されている。クソ石を観察すると、 肉眼でも、魚骨、鱗、種子などが含まれているのが判別できることがあるが、薬品処理によって、元の色や匂いまで取り戻すことが可能な場合がある。その結果、食事内容、料理法、封をした、季節、病気など、食生活とその環境を中心として、多くのデータを集めることができる。鳥浜貝塚以外でクソイシを出土した遺跡には、 アワズコ定遺跡第3階塚、カラコ、カギ、遺跡、青エ、上、寺チ遺跡などがある。化石収集家であったメアリー・ヤニングは、イングランド南部のライムリージスのライアス総群で、発見された魚流の骨格腹部に、ベゾアールがしばしば見られることに、1824年時点で気づいていた。また、彼女はこの結石が損壊されるとき、しばしば化石化した魚骨や魚林、 時には小さな魚流の骨まで含んでいたことに言及した。1829年、地質学者、ウィリアム・バックランドは、この石を化石化した糞便であるとみなしてコプラライト、と名付けたが、それはアニングによる観察に基づいている。ありがとうございます。